皆さん、こんにちは。岡山県公立高校入試分析会入試外居を担当します、農会センターの八田ですすよろししくお願いします今、この映像を撮影しているのが7月なんですけども、もう今の時点では来年度の入試について主な日程はもう発表されているんですよね。こちらをご覧いただいていいですか。まず、こちら。 中学校3年生の皆さん12月と1月に進路希望調査が実施されますその時点でどこの高校に出願するのかというものを各中学校に提出するんですよねそして岡山県がそれをまとめて公表します皆様方はそれらを見て最終的にどこの高校に出願するのかを決めていきますそしてこれはですねまだ正式には発表ではないんですが おそらく1月の28日と29日に、私立の高校の一期入試が行われます。ほとんどの中学校3年生の方が受験するのではないでしょうか。そして、2月の9日と10日に、最初の県立高校の入試であります特別入学者選抜が実施されます。そして、その後、2月の22日から25日までが、 一般入学者選抜の出願期間となっていますですから、えー、まあ、各中学校の先生が各高校に願書を提出するんですよね、えー、先生方が皆さんの、えー、願書を書くそういった時間が結構やっぱりかかりますので皆さんが最終的に志望校を決めるのはそういった時間を考えても2月の上旬までには決めないといけないかなって思いますですから、えー、今が7月ですから8、9、10 1212月あと7か月ということになるわけですよねですから効率的に学習を進めていいいきたいと思いますそして出願期間を終えると最終的な志願者数が確定しそして同時に倍率が発表されますそしていよいよ3月の9日と10日に一般入試が行えるわけですよね。 そして十七日に合格発表です。いやードキドキしますよね。はい、こういった流れで来年度の入試が行われます。この流れは昨年度と大きな違いはありません。落ち着いて入試に臨みましょう。ではまず最初にですね、最初の県立高校の入試であります特別入学者選抜についてです。はい、実施される高校は 工業系商業系農業系などの専門学科と総合学科そして岡山城東高校の国際教養コースなどの一部の普通科高校で実施されます選抜方法としては各中学校から提出される調査書また英数国3科目の学力検査と面接また各高校で独自に選択実施される検査ですね高等諮問や小論文などです。これは、 大きな特徴が各高校によってありますのでどういった検査がなされるかというのはしっかり知っていただきたいと思いますでは倍率です、はい、岡山・八戸宮高校の理数科ははい3.55倍、えー、なかなか高い倍率ですよね他の高校についても2倍を超えるような倍率が目立ちます平均すると2.12倍 こちらは受験された方の半分以上が不合格になってしまうという非常に狭き門であるということがお分かりいただけるかと思いますはい。で、この特別入試に合格した場合良かったですね合格した場合には必ずその高校学科に進学する必要がありますそして残念なことに 不合格になってしまった場合はもちろん同じ高校また同じ学科を一般入試で受験することができるんですよねですから皆さんが第一志望としている学校でこの特別入試が実施される場合には単純に2回受験の機会があるということなのでこの特別入試を受験することをお勧めしますそして次に一般入学者選抜一般入試についてですこの一般入試は 3月9日に実施される学力検査と各中学校から高校に提出される調査書それらを相関表を用いて判断するのとともに3月10日に行われます面接と実技ですねこれらを総合的に判断して合否の決定がなされます。もう少し詳し詳く学力検査は1科目当たりの満点値が70点これが5科目ありますから。 合計すると350点満点ということになります各教科の詳しい分析については各教科の映像をご覧いただきたいと思いますそして調査書ですこの調査書について学習の記録に記載された各教科の評定を基準に求められた換算点とあるんですがこれは願書の中に学習の記録という項目があるんですねそこに書いてある評定です これを換算点換算して求めていくわけになります。はいこちらは教育委員会が発表されている文章なんですけれども、はい1、2、3を合計した200点満点とあります。ですから調査所の満点値は200点なんですね。はいその内訳はこのようにあるんですが、ちょっと複雑なのでちょっとわかりやすく図で表していました。こちらをご覧ください。 イメージしていただくのは、学校の通知表です。通知表は五段階で、多くの場合、判断されますよね。ですから、一年生の段階で各科目、五段階、九科目ありますから。合格要求の四十五点、二年生も同じく四十五点で判断されます。ですから、二百点のうち、一年生の段階では四十五点、ほぼ四分の一が、二年生が終わった段階では。 1, 1年生を足して90点分ですね。200点中の90点がもうすでに決まっているということですので、この調査書については1年生からもうすでに入試は始まっているというふうにお考えいただいた方がいいかと思います。そして3年生です。3年生についてもこの5段階で判断されるんですが、こちらをご覧ください。主要5教科については。 2倍されるんですねそして実技強化音楽などの実技強化に関しては3倍されるということになりますですからこのようになるんですねですから英語を5を取ると10 4だったら8 3だったら6となって5と3の違いは4点となって表されるわけですそして音楽などの実技強化に関しては5を取ると15点となります 4を取ると12点、3を取ると9点ということになりますから5と3の違いは6点となるわけなのでかなり大きな差になりますよねですからイメージとすると音楽よりも英語、保健体育よりも数学の方が大事だと思うかもしれませんがこの調査書に関して言うとそうではないということですウェイトは実技強化の方が大きいということになるんですねですから3年生の学習においては この実技効果を軽視することなく重要だと判断して中間テストや期末テストなどしっかり頑張っていただきたいと思いますそしてこれらを先ほど申しました合計すると200点ですねこの200点で判断されるということになるわけですこの調査所の200点と統一の学力検査それらをこれらの相関表を用いて判断していくことになります この表というのは実際に入試で用いられるものなんですねちょっと拡大していきます縦軸が学力検査横軸が調査所ですこの学力検査は上から下に行くに従って点数が低くなっていきますそしてこの調査所は右から左に行くに従って得点が低くなってまいりますで、 ですからこの右上になればなるほど学力検査調査書の評点も高いということになりますからこのような順序で合格者が決定していくということになるんですね。ですからこれらを相関的に判定していくわけです。農会センターもです、ね、同じような手法をを用いてて分析を行っております次にご覧い,ていただくものは実はですねあまり写したくはないんです。 ないんですね、えー、ですけどもあの写した方はお分かりいただけるかなと思いますので、えー、ちょっとあまり、えー、皆さんに知らせることなくし、ということでお願いしますと言っても流すんですけどねはい、えー、こちらですこちらはですね、えー、昨年の中学校三年生の岡山旭高校の入試結果です農会センターの会員制の入試結果なんですねこの 白丸は合格した方、黒丸は残念ながら不合格になった方を表しています。例えばこちらの方は、はい、えー、すみません、この縦軸なんですけど、農会センターが年3回行っております高校受験公開模試の偏差値、横軸が学校の調査所の200点満点の点数です。でこちらの方になるんですが、公開模試の偏差値が40.7、調査所が186点。 で合格されたということになるんですね。で、こちらの方、こちらの方は公開模試の偏差値が54.6調査数が148ということになるんです。はい。ですから、この右上から左下に向かって合格したの決定がなされていくということになるんです。では、岡山朝日高校に合格するためにはどれぐらいの得点を取ればいいのかということなんですが、一つの目安をお伝えいたします。 こちらです公開模試の偏差値は58.0以上調査書は以上ということになりますこちらはどういう数値かというと朝日高校に合格した人のの平均の数値ですですから公開模試で58を取ると大体朝日高校に合格すると真ん中ぐらいの位置だということになるんですね。一つの目安にしていただきたいと思います。 また倉敷清涼高校でも同じようなことをやっていました清涼高校合格の目安はこちらです公開持ちの偏差値が53.4調査数が184.8ということになりますから先ほどの朝日高校と比べると10尺ぐらい高くなりますよねだいたい。た オール4を取っていくと160ということになりますから184というのはかなり高い得点だということがお分かりいただけるかと思います上等高校です上等高校は公開模試の偏差値が50.9以上表定が183.6以上ということになります、はいえー、倉敷清涼高校と同じぐらいのこの表定の高さですねこちらまたご承知ください 他の高校でも同じような分析はやっております。ただ今日は時間の関係上省略させていただきますので、また他の高校についてはホームページでご覧になってください。はい。続いて倍率です。はい。この倍率なんですが、こちら印をつけた旭日高校と上島高校については格年現象が起こっているんですね。格年現象っていうのは倍率が高い翌年には下がり。 そしてまた上がっていくいわゆるジグザグの傾向が見られるというところですですからこの朝日高校と上等高校は昨年と比べると今年度は高くなったんですねですから来年度は低くなるかもしれませんあくまでもかもですはい他の高校については高くなった翌年も3円高くなる低くなった翌年にまた低くなるということはよくあることなんですよねですからあくまでも一つの目安です平均すると 1> 1. 倍となりますちょっと低いかなって思うかもしれませんがここにある岡山市や倉敷市の普通科高校はこの1.05倍を上回っているところがほとんどですよね。ですが倍率が高かろうと低かろうとその倍率に左右されない確固たる実力があれば気にする必要はないんです。ですから残り7か月の間でしっかりと学習を進めていっていただきたいと思います。 ではここまでの外をまままとめます、ま、ず調査書に関しては1年生からすでにもう始まっている先ほど申しましたように1年生の段階で200点中の45点がもう決まるということですから3年生になってから頑張ればいいということは間違っているということがお分かりいただけるかと思いますそして音楽などの実技強化も大切ですそちらの学習もしっかりと進めてまいりましょうそして 学力検査そして調査書これを両方が大事です一部の保護者の方からはよくねこんなことを言われます朝日高校や清涼高校などのトップ校については学力検査が重要されるんですよね調査書はあんまり関係ないんですよねと言われることがありますでもそれは間違っています両方同じように大事ですので調査書の対策もしっかりと取っていただきたいと思いますそして お子様方が希少な3年間を過ごす高校です特別入試が実際なのかどうなのか、はい、そして倍率はまた高校はどこにあるかどんな校風なのか、えー、正確な情報に基づいて高校選びをしていただきたいと思いますですから、えー、結構年によって情報は変わってまいりますので、えー、お父様お母様方が高校生の時はどうだったとっいうのは、えー、そういったもので判断することはしないようにお願いいたします 最後にですね各教科の分析の手法についてお話しいたします。こちら国語の分析の手法を出しているんですが各教科同じような形となっております。この縦軸5行ですね5マス横軸5マス合わせて25マスで判断をしていくんですがすべての入試問題をこれに当てはめていくんですね。 この縦軸の読解処理というものは問題そのものの難度を表しています例えば漢字を答える問題とちょっと難解な論説文の用紙をまとめる問題では問題そのもの自体に何度違いますよねそしてこの回答処理については記号を答えるのかまた作文などのように長い文章で答えるのかそれだけでも難度に大きな差が出てきます ですからすべての問題でこれらの難度に当てはめて分析をしていくんですね、はい、こちら国語で用いている指標なんですがすべての問題をこのいずれかの指標に落とし込んで、はい、このようにこの問題は B と3だよねではこの問題は B の2だよねというふうに分析をしていくわけです、はい、そうすることによってこの 左上から右下に行くに従って、難度が上がっていくということになるわけです。ですので、こういった手法を用いて各教科の分析がなされていますので、各教科の分析を見ていただくときにご参考にしていただきたいと思います。以上で入試概況を終わりにいたします。ありがとうございました。